いい人なんだろうなって思いますね。うんあのー、まあ神の家、審判、運命の場全部正一でね。まあこれから先もねいい感じなんですよね。皆さんこんにちはサラです、えー。今日もリクエストいただいた山下智久さんを占っていきたいと思います。 えっと山下智久さんはええー、まあ最近のね暴露系 YouTuber の方の中でも名前出てきてますがえっ、ー、とその方がおっしゃるにはいいやつやっておっしゃってましたねうんまあまたこの話は後にしてね、えー、山下智久さんはお羊座で誕生数が9えー、お羊座の人っていうのは 行動派で考える前に動いてしまう人で欲望に忠実で積極的で主体性が強く新しいものが好きっていうねそういう性質かなと思いますねでえー、と本質アルバスね星座がおひつじ座ですけど内面アルバス月の星座がい手座にあってい手座に月がある人っていうのは で近な人や仲違いするようなことがあっても自分から折れる真面目で愛嬌があるっていうねそういう性質がありますそして誕生数9っていうのはキーワードに「哲学者宗教家寛容癒す影響力」というキーワードがあります、えー、過去生で1から8までの数字の体験を持ち それらを進化統合させるために生まれてきた。知恵に生きる賢人。まあ、それが誕生数級の人。だからまあ魂的に大人というんですかね。まあ、小さい時からあの割と大人な考えを持ってる人なんじゃないかなって思いますね。いつもね。あの大きな視点に立って物事を考えるという部分もあるのかなとは思いますね。 えー、山下智久さんはうーんともともとはニュースジャニーズのニュースのメンバーなんですねで2011年にニュースを脱退してソロで活動されてると。 で、11歳の時に滝沢さんに憧れてジャニーズ事務所に歴史を送り入所したでまあ本当にいろいろと出てらっしゃいますねドラマ映画バラエティドキュメンタリーあ舞台はないのかな舞台は載ってないなうんで えー、ジャニーズ事務所を脱退して脱退してとか独立後2020年11月にカナダに滞在し2022年全米公開のハリウッド映画の撮影に参加2021年にオフィシャルファンクラブを開設その後海外在住者向けオフィシャルファンクラブを開設独立後の活動が本格化したまあ 実質2021年以降ですね2021年って去年去年からもうオフィシャルファンクラブを開設してるんですねうんじゃあもう本当にあに独立して1年ちょっとってことですかすごいでまあこの人は、えーまあ、最初冒頭にも言いましたけど、まあ、今話題のね噂の暴露系 YouTuber の方が、まあ、ホワイトボードに関係した人の名前を 書いててらっっしゃってその中にも名前が挙がっててねで「ともひさはいいやつです」って言ってらっしゃったんですよだから特にねその暴露するとかじゃなく晒すとかじゃなくってあのいい話をされるんだろうなとは思いますね。うんまあ、ね星座とか誕生日見てても いいい人人だと思いますねこの人、まあ、誕生数9なんでねあのー、周りの人に迷惑をかけるようなこともないだろうし言われるようなことはしてないんじゃないかなとは思いますね。えっ、ー、とニュースってね私一回占ったことあるんですよニュースね。でその時は もともと6人で、その時には、ワンオクロックのタカーもね、その当時はいてたんですよね、最初ね。で、うんと、西木戸くんとか、山下くん、あ、もともと9人か。もともと9人だ。山ピーとか、手越くんとか、西木戸くんとか、草野くんで、内弘樹くんっていう人たちもいてたけど、今はもう、 いなくってニュースのメンバーは今小山くん加藤くん増田くんっていう感じなんですねあ多分この3人を占ったのかなうん。あそうそうだからなんかすごくニュースも少なくなったんだっていう話をしてた記憶がありますね脱退した中で占ったのは手越くんぐらいですね山下智久さんは今回初めて占,うな占いますね <laughs> そうですね もう覚えてないや <laughs>、えー、では山下智久さんの現状と今後,を、まあ、今後の活躍をタロットで占っていきたいと思います。 見ていきますはいこういう展開ですはい、えー、山下智久さんの現状と今後こういう展開です なんかねこのカード見ててね思うのはねいい人なんだろうなって思いますね。うんあのー、まあ神の家審判運命のは全部位一でね、まあ、これから先もねいい感じなんですよね。まあ、唯一ね、あのー、女教皇が逆向いてるっていうのは、まあ、相手に気を使いすぎるところがあるのかなっていうような気がしますね。 その部分だけですよねちょっと気になるのはもうなんかこう事務所をね独立して事務所立ち上げてもう芸能界で一線活躍してるでまあ相手に気を使いながらも現実的にこう組織を運営していくそしてこれからさっき運命のはど,どん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 ねあの うまく物事が回っていくっていうね、そういうカードの展開になってるので、まあこの人はなんか心配ないんじゃないかなって思いますね。うん。だからちょっと控えめなところがあったのかもしれないけど、あのー、そこもしっかりと自分の力を信じてね、現実的に行動を起こしていくことで仲間。 からの信頼も得るし、まあね、あの基地なんでね太陽のカードなんでとてもこれから未来は明るいしそして運命もいいタイミングで回っていくっていうことなんでねまあこれからの未来は明るいと思うしいいんじゃないですかうんまああくまでもタロットの展開ですけどねエンターテインメントですけどねまあとてもあのいいカードが出たなと思いますね。 まあ今後もさらに活躍していかれるんじゃないかなと思います。ということで今日は山下智久さんの今後の活躍をタロットで占ってみました。チャンネル登録グッドボタンコメントまたリクエストがあればお寄せください。